日本ってやっぱり人口減少してってこれから過疎ってるみたいなこと言うじゃないですか、はい、大森なんかその最先端だよね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。大牟田についてということで、天野社長よろしくお願いします。大牟田出身なの？出身は熊本です。ほう、だけど今やってるのが大牟田で一軒やってんだ、はい、なかなか大牟田って渋いっすよね。渋いっていうか、でもここは僕はプラスに捉えてて、日本ってやっぱり人口減少してってこれから過疎ってるみたいなこと言うじゃないですか、はい、大牟田なんかその最先端だよ。2015年で11万7400人です。推計人口10万5000人に減ってるわ。どんどん減ってるはずですよ。そこで月いくら儲かってんですか？100万前後。印象としてなんかおじいさんとかおばあさんみたいな感じがやっぱするわけですよ。まあよく見れば違うんだけどね。でもやっぱり大牟田でできるっていうとアイス業態でしょ。はい、あれをそれだけ売ってるっていうのはなんかすごくサプライズだなと思った。グリーンランドってのあるの？大牟田の近くにグリーンランドっていうアトラクションの。大したものではないと思いますけど。へー、そうですね。竹田塾もちょっと迷ったぐらいだから。だけど、まあ、フランチャイズじゃあ竹田塾は大牟田校ってのは300校目ぐらいにできたとこ。350ぐらい。350ぐらいだね。ということは、うん、竹田塾でも350万部にしか作ろうと思わない駅なんですよ。一番は池袋とか新宿とか梅田とかが埋まっていく中でね、350万目だけど、350万目の駅でうまくいってるっていうのはとってもフランチャイズでいいことなんです。そうなんだね。だから特に人口10万ぐらいでしょ今、はい、例えば太田川東海市って10万ぐらいだったじゃないですか、うん、でもあれは早くできたじゃないですか、うん、10万でも栄えてる10万と栄えてない10万があるわけですよ。栄えてない方だから。はい、なるほどね、うん、イケてる10万とイケてない10万、イケてる10万とイケてない10万で、大牟田氏はイケてない10万の筆頭だから。大牟田氏から怒られない褒めてますから。褒めてます。ありがとうございます。そこでアムアムが成立してるっていうね。アムアムは褒めてます。あ、はい、うん、そんなところでアムアム大牟田店付き100万利益。夏は利益、おー、いやにわかには信じられないですねこんな話がね、うん、今アムアムのね、あの作り方マスターしてこれいけるって思ったら全国に、まあ、少なくとも350件は作れるっていうことになりますから。そういうことですね、うんうん、むしろ小さい駅の方が家賃安くてうまくいくんじゃないかっていうね、うん、逆にあんまりないのかなとも思う、うん、ここまでいかがですか社長、一言。一言、社長たちがおっしゃる通り、やっぱりその僕でもなんとかできてるっていうのがあるので、このチャンネル見てくださる方には僕より優秀な方々はいっぱいいると思うので、ぜひたくさんの人に加盟説明会など来てもらいたいです。どうすんのこれで全国100件200件できちゃったら来年とかもうさ5000万とか1億とか利益出ちゃうかもよ、うっかりフランチャイズ展開うまくいったら。そしたらどうする？めちゃくちゃ嬉しいですよ。嬉しいで分かるよ。俺も嬉しいよ、はい、うっかり利益で1億円出ちゃいました。何使おうか。1億円、うん、やっぱりその今やってる事業をさらに強くするためにお金は使いたいと思っています、うん、つまらないねいやもうまあいいよいいけど、そこはなんかもうちょっとないの、なんか欲しいものないの？僕バンドをしていて音楽が好きな、スケルトンのドラムとかなんかヨシキみたいなのもう CD 作っちゃえば、もう金の力でデビューしちゃえば、いやそれで客増えろ、でテーマソング作ればいいじゃん。はい、そうそうそう、アムアムのテーマソングで、あれアムアムバンド、富士そばの社長の演歌みたいなやつ、ね、ちょっとなんかいい、それいいじゃん、それ行こう、それ行こう、各店舗に貼って、そうそう、はい、いいじゃん、曲作ってバンド活動、それで売れよう、それで売れたら、はい、アムアム有名になるか、どっちもですね、そうそうそう、だからそれでそのお金をあのバンド活動にぶっ込んで有名になって、はい、その金でヒカルさんとかとコラボして強引に売れさせればいいじゃん、どう？いやめちゃくちゃ今夢広がりました。それでいいよ、うん、はい、それが面白い。それだと自分の趣味にもなるし、はい、会社のプラスにもなるから、はい、自分もめちゃくちゃキャバクラ行ってるけど、それによってフランチャイズ相当うまくいったから、それのおかげで、そうそうそう、言えないけどそうなんだよ、まあ、趣味じゃないの、俺は仕事で行ってんだから、そうだよ、といったところで加盟説明会が、はい、2月の17日、はいはい、この社長のバンド活動のために、うん、ね、19歳の社長の可能性にかけられる人、うん、才能は感じますけどね、育てがいがありますね。僕も今からちょっとフランチャイズの基礎基本を叩き込んで、はい、大物にさせたいですね。ぜひお願いします。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華
講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。